案内します。芝川沿いからは、市から白糸までは、結構登っていまして、まあ、大体 4%、5% の坂が続いていきます。結構10キロぐらいあるのでちょっと大変な部分にはなるんですけど、まあ、いい汗はかけると思います。芝川から登っていくと湯野というところがあるんですけど、そういうところは結構田舎が広がっているので、写真にはとても良いと思います。でもちょっと今日は、富士山がちょっと雲かぶってしまってるんですけど、晴れていれば、いい絵が撮れると思うので、ぜひ足を運んでみてください。マリオおすすめコース、ぜひサイクリングしてみてください。あとレバンテ富士静岡の応援もよろしくお願いします。